かりませんっていうの言ってごらん。わかりません。それはね、うんと大事なことなの。めちゃくちゃなこと言うよりも、わかりませんっていうことの方が大事なの。それは勇気のことなの。わかったね。わかりません。わかりません。しっかり言いなさい。わかりません。わかりません。ニヤニヤしてない。わかりません。わかりません。ふらふらしない。わかりません。わかりません。いいね。わかんなかったよ。わかんないです。いいからこと言っちゃダメだよ。よし。あなたが返事してくれた。じゃあいいよ。青い線とピンクの線があります。どっちが長いでしょう。青い線。青い線。などわからないでしょ。まだわからないでしょ。そうだ。あなたわかってる。わからなかったらわかりませんっていうの。いいね。いくよ。さあ、今この段階だと、この場合だと青い線が長く見える。だけどわかんないのどっちが長いか。だからどっちが長いですかって聞いたら皆さん何て答えるかというと、わかりません。そうだ、今の言い方いい。言ってごらん、しっかり。わかりません。そうだ、あんた言ってごらん。山本さんの声聞こえない。わかりません。わかりません。言ってごらん。わかりません。わかります。わかります？どっちが長いのこれ。どっちが長いのこれ。うん。あ、だと思うでしょ。ところがこうしたらどうするのこれ。短い。そうでしょ。わからないでしょ。先わからない。いや、全部やってよ。いや、それはわからない。途中で聞いてんだから。ゆうこちゃん、どっちが長いかわかる？青とピンク。ピンク。わかりませんね。あなたはちゃんと言えた。いいかんこと言うんじゃない。青とピンクどっちが長い？熊谷君。わかりません。わかりませんでしょ。じゃあもうちょっと伸ばしてみるよ。さあ、どっちが長い？ピンク。これではっきりわかったわけ。これでピンクが長いってことが分かりました。じゃあ聞きますよ。青とピンク、どちらが長いですか？え？わかりません。まだわからない。そうだ。いいか、いい画面なこと言うんだったら分かりませんって言えばいいの。はい。いいね。はい。めちゃくちゃなことない。当てずっぽいんじゃない。じゃあ行くよ。青とピンク、どっちが長いですか？わかりません。ひょっとしたら、これも大事なの。ひょっとしたら、ピンクの方が長いかもしれません。しかし、ここでこの段階ではどっちが長いか分かりませんね。じゃあ、こうじゃどっちが長い？あ、わかりません。わかりません。多分ピンクだと思うけども、ひょっとしたらまだわからないね。最後まで見ないとわからないね、熊谷君。どっちが長いですか？わかりません。さあ、僕は熊谷君聞いてる。どうしてピンクとわかるの？どうしてピンクとわかるの？うふんじゃないね。笑ってごまかすな、お前。これどうしてピンク長いのよ。だってさ、曲がってる。曲がってるからピンク長いと思うな。僕もそう思う。だけどまだ分かんないじゃない。分からないよ、まだ。そうじゃあ、こうしたらどっちが長い？何？いや、ピンクだ、やっぱり。ぐにゃぐにゃ曲がってる分だけピンク長い。ね？ほいじゃあ、今度これ。はい。青とピンク、どっちが長いですか？分かりません。まだ分からない。まこちゃん素晴らしい。あんた勇気がある。分かりませんっていうことは勇気がいることなんだぞ。でも、わからないときはわからないという。これとっても大事なことなの。いいな？わかんないな、ここぐらいだった。めちゃくちゃ言わないの。わかんない。いいか？じゃあ行くよ。青とピンク、どっちが長いですか？わかりません。わかりません。藤田さん、どっちが長いと思う？わかりません。これわからないね。よーし、見ててよ。さあ、どっちが長い？ピンク。これとわかるんじゃないの、これ。わかんないよ。佐野くん、どっち長いの？わかりません。ピンクの長いと思うね。そう？これもわかるんじゃないの、これ。これどっちが長いの？え？ピンク長いな。よーし、ちょんちん行くぞ。いいな。じゃあ行くよ。また見てくださいよ。青とピンク、どっちが長いですか？わかりません。わかりません。ひょっとしたらピンク長いかなと思うけども、まだわからないね。まだわからない。そこで皆さんは、勇気のある人はわかりませんっていうの。いいな。熊谷。はい。一回足を前出せ。足を前出せいいから。いや、わからないときにめちゃくちゃこと言うんじゃない。わたか。おかしくない、おかしくない。今日はおかしくない。わかしく、おかしくない。じゃあ熊谷君どっち長いのこれ。ん？どっち長いの。ん？わかるのわからない。どっち？まだわかんない。わかる。その通りだ。それでいいの、それで。まだ。後でわかって。わからんよ。まだわからないでしょ。じゃあ見るよ。さあ、こうするとどっちが長い？はい、見て、どっちが長い？わかりません。そう、どっちが長い？わかりません。どっちが長い？わかりません。どっち？青、青。まだわからないでしょ、ここじゃ。青だよ。
でもこうするとどっち？青。ここで初めて青と分かるんじゃない？でもここの時に青とピンクどっちが長いか分かるか？分かる。分かるか？分かる。どうして分かるよ？だってさ、どうして分かるの？青と、どうして分かるの？ん？どうして青とピンク？だってね、うん、あれ上に行かせる時にね、行かせる時はね、ちょっとね曲がってたのが見えた。なんだって上ピュッと出てる？見えた見えた。それはね、最後まで見れば青が長いってわかるけど、途中じゃわかんないでしょ。じゃあこれ、いいか、今度言いかねなかったらほっぺた中だぞ。お前中意はしないからな。いいな、中意真面目にやれ、はい、いいかな。先生真面目に聞いてんだから、いいかねなかったんじゃないの。わかったな。宝くじないの。これは青とピンクどっちが長いかわかるか？わかりません。その通りだ。あんた賢い。いいな。わからないということはすごく勇気のいることなの。しかしそれは恥ずかしいことでも何でもないの。言いかえないことということのがはるかに恥ずかしいの。今のどっかの師匠のように。わかったか？覚えてけ。赤とピンクどっちが長いですか？わかりません。わかりませんだ。これもわからない。わからない。いいな。さあどっちが長いと思いますか？わかりません。その通りだ。そう言えばいいの。わかったか？いいのでな。もう一回いくぞ。はい、どっちが長いでしょう？わかりません。いや、いつまでもわかりません。これはわかるでしょう。もうピンク、それは分かっててもわかりません。分かってるときはわかってるって言えばいいのよ。そうでしょう。分かってるときまでわかりませんって言われちゃうと困っちゃうんだから。はい、どっちが長いですか？ピンク。よし、じゃあ行くぞ。今度いい加減のこと言ったらいいか。お前ほっぺたかじるからな。いや、カッカカッカしてんだから。じゃあピンクだかどっちが長いと思いますか？どっち？青。青かのどうかはだからない。はい、どっち？わかりません。まだわからないな。よし。はい、どっちが長い？わかりません。どっちが長い？わかりません。待て、これはわかるでしょうが。まいごちゃん、どっちが長い？青。青長いよな。わかってるのに。わかる。わかったらわかってる。じゃあこれ見てよ。青とピンク、どっちが長いですか？どっちが長い？だからどっちが長いかって言ったら、わかりません。どっちが長い？わかりません。本当に？ピンク。どっち？ピンク。どっち？ゆうこちゃん、こうしたらわかるでしょ。これもう消えてるかもしれないね。これだけどね、消えてないよ。じゃあ本当どっちが長いの？ピンク。よし、いよいよ最後の問題だぞ。いいな、はい、一回きちんと座れ。緊張しろ。ピンク。 BW の緊張ダンス知ってるか？教えてやる。手出してごらん。もうじき出てくるから手出して。ヒューバン。これは3回やる。いくぞ。ヒューバン。ヒューバン。もう1回。ヒューバン。そしてこっちで手で煽る。緊張の夏。言ってごらん。緊張の夏。緊張しなさい。いくよ。さあ緊張の夏でいくよ。さあピンクと青どっちが長いか？わかりません。どっちが長いと思います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 か？わかりません。もうそろそろわかるんじゃない？どっちが長いと思いますか？わかりません。今青いたしだね。よし、ここまで来たらわかるはずだもん。だって赤ピンクはもうピンクはここまでしかないんだけど、青はもうピンクより長いの分かるでしょ。分かったら分かったって言えばいい。青の長いんだよ。いつまでも分かりません。面白い。そうだな、いつまでも分かりませんっていうのはちょっと困るんですな。じゃあ一緒に数えろ。1、2、3、4、3。はい、1、2、3、4。よし、いい声だ。4の長さ。じゃあ今度繰り返す。はい、1、2、3。おいがり3。はい、1、2、3、4、5。5の長さ。声がそらんなお前ら。3。はい、1、2、3、4、5、6。6の長さ。6の長さ。おー、これ長い。長いから頑張るぞ。いくぞ。3。はい、1、2、3、4、5。1、8、9、10。今からおじいちゃんの弟子になってもいいの、あなたは。